こんばんは、12月14日午後7時、第268回ですね、しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、大体11度、最高気温11度ぐらいだったんですかね。まあ寒かったんですけどもね、なんかね、例年からするとなんか暖かいっていうんですけど、寒かったですよ。ということでね、先ほど家帰ってね、その夕刊見たんですけど、私が夕刊見るとき、いつもね、御嶽海関のニュースなんですよね。まあ今日もね、御嶽海、なんかね、見たら一面にあったんですけども、御嶽海関、曲げ姿にってね、あのザンバラ頭っていうんですかね、今まであったんですけども、今日からそのちょんまげを、ちょんまげじゃねえな、曲げ姿だったということでね、その他にですね、あのその上にね、大町出身の奥原選手ですかね、世界一になったっていうね、記事ありましたね。いや素晴らしい、今日はね、一面素晴らしい記事だけだったですね。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日なんですけども、ゲストは、第14区の老人課労の会長の加藤義人さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。お願いします。14区老人クラブの加藤です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ところで加藤さん、その14区の老人クラブの会長さんということなんですけども、うん、いつから会長さんになられたんですか。もうだいぶ100年前じゃねえね。あのね、なったのは平成22年からですね。5年6年前ですね。はい、で、まあきっかけっていうのは、きっかけはですね、あの前三井会長さんが10年という長きにわたってやったんですよね。でそんな中でですね、うん、まあ、再三にわたって、うん、私降りるから加藤さんやってくれやってくれっていうことを再三ダブコールされたんだ、言われたんですね。で私もあの私事なんですけれども、うん、ちょっと仕事を持ってますんでね。お元気でまだ頑張ってる。で、まあ、そんな関係からどうしてもっていう、うん、受けるわけにはいかないってことで、うん、ずっと引きずっては来たんですけど、うん、まあしょうがないと、まあ三井さんは10年っていうふうな長きにわたってやられたっていうことの中 で, です、ね、加藤さんまだまだだな。いやいや、とんでもないね。そんなことの中で最低5年ぐらいやんなきゃいけないはい、もう力つきつつありますね。それで何代目なんですか、加藤さん。うんでね、私大体4人目で、6人目ですか。6人目じゃないかなと自分では思ってますね。加藤さん、その老人クラブってことなんだけど、うん、誰でも入れるんです老人クラブ。若い人は入らんねえけど、あの原則としてはですね、うん、14区の中におられるね、うんうん、あの60歳以上の方だったらね、どなたでも入会をできる、うん、ということなんですね。ただ今割合にその老人クラブに入る人が少なくなりましてね、うん、はい、で今あの地域にとらわれなく、まあ入れる人がいれば、まあ入っていただくというような、うん、じゃあ私も入れちゃう。まあ、できれば入っていただきたい。あ、そうはい、わかりました。はい、ということで、その年代別には60以上だということなんだけども、年代別にはどのぐらいの方がいらっしゃるんですか。うん、年代別はね、うん、60代で11人、で70代で17人、で80代で22人で90代で1人、なるほど、合計51人で、なるほど、多くの方いらっしゃるんですか。で男性と女性の割合ってのはどうなんですか。割合はね、やっぱりこれやっぱ女性はいつも女性の多いかな。いつも世の中は今女性の女性、なるほどな、女性中心になってるかな。女性男性が16人の、うん、女性が35人、圧倒的に女性が多いですね。多いんですね。はい、でその皆さんその老人クラブはどんなような活動をされてるんですか、主には。うん、主にはですね、まあ、第一は、うん、14区地区内のですね、うん、あの河川の掃除と、掃除で要するにゴミ拾いですね、はいはい、で町内のゴミや空き缶の拾い、でまあ今500階に、まあ、うん、なっている東十二町公民館があるんですが、はい、そこの清掃活動とかね、はい、それから8月に入ると UI 募金とか、雑巾の収集ね、それから、それから
一人で暮らしてる人とかね、うん、であの病気を患ってる人なんかがおられますんで、うん、その人たちの家庭を、まあ、訪問してですね、うん、あのまあ、慰めって言っちゃおかしいですけどね、まあ、元気を与えるような、ね、うん、形の活動をするというような形ですね。なんか、お聞きするところによると、なんか三世代交流やってる、うん、あのこれ三世代交流っていうのはね、うん、あの平成20年ですかね、うん、あの三井会長の時からですね、しめ縄作り、この写真がそうですか、やりましてね、お、あ、これですか、であの講師にあの今、うん、おいでになるかならないか、あの滝沢さんっていう殿町におられましたね、うん、はい、その滝沢さん にお願いをしましてね、うん、三井会長を通じてですね、でそれが始まりなんですね、三世代交流のね。でこの下の写真がこれはあれですか、その下の写真はですね、その時に撮った、写真ですか、これは、これはあのその時じゃあ記念でみんなで写真を撮りましょうということで、東尾公民館 の大広間でね、皆さんで記念写真を撮った、これが参加された方ですね。そうですね、やっぱり三世代交流だから、子供さんから、三世代いますね、母親とかお父さんとかね、うん、我々みたいな、いや昔若い人ね、はい、それであとその他にはどんな活動されてるんですか。その他にはあそなんか楽しい 今、はい、あのそのしめ縄作りの後はね、うん、あの2年ぐらいで終わったんですけど、うん、その後今度うどん作りに変わりまして、ほうほう、子供たちにその詰めろは無理だっていう話の中で、うん、うどん作りが4年間ぐらいやりましてね、うんうん、で昨年はあの今度はあのボウリング大会をやるんじゃないかということで、3世代、ボウリング大会、そんなことが続いてます、ずっとね。あ、じゃあ今はボウリング大会、そうです、去年にボウリング大会に変わってね、だからずっと21、2年頃からですね、ずっと続いてますね、はい、この氷はね。そうですか、はい、あとなんか楽しいこともやってるみたいじゃん、温泉行ってる、ね、まあ、温泉はこれやっぱし、うん、あの1年に1回なんですけどね、うんうん、あ、温泉交流会ってことでね、あのこう近隣のスーパー温泉ですか、うん、温泉のところへね、あ、1日日帰りで、うん、はい、行っていますですね、日帰りでね、はいはい、楽しいでしょ、うん、やっぱり普段うちと離れてやっぱり気が楽になるんですかね、うん、またお風呂の中に浸かるとまた気分もまた一新しました、ね、なるほどね、うん、なかなかいいですね、はい、あとその温泉じゃなくてもなんかふるさと田んぼ、はい、なんかふるさと田んぼっていうか、ね、活発にやってるみたいな、それはもうどうだったんですか、ここの町でもね、うん、あの元やったか今でもやってるかどうかね、あの、うん、街歩きっていうことで各地域をずっと、うん、あの回って歩く活動をやってましたよね、うん、ところがあの我々年寄りはやっぱりそんな、うん、遠くへ、うん、あのこう歩いて行けませんので、うん、はい、うん、であの車でね、それじゃあ、うん、あの近間をね、うん、じゃあ車でその、うん、歴史文化を知って少しでも知ってみようじゃないかということで、ふるさと田んぼという形の中で、うん、平成23年に、うん、始めた、はい、始めましてね、はい、うん、それが東条、地元東条から川切りにね、ほうほう、はい、で、まあ、地元の斉藤益さんという方がなかなか、うん、あのそういうことに詳しいというような話の中で、うん、その斉藤さんにご案内役をいただきましてですね、はい、はい、あの東をまんべんなく東城市の、あ、はい、あの、はい、お墓が あ,、あるんだそうだということで、はい、私その時初めて知ったんですよ、般若寺、うん、般若寺って奇跡にあるんですけど、はい、あの当時はあの東城市っていうんですけども、うん、あの
寺尾寺、寺尾寺とか、うん、清野寺とか大室寺とかってそういう豪族ですか、豪族ですね、豪族ですね、はい、そういう人たちが いた当時なんだそうですね。その当時 の、うん、その 東城市の一族のお墓がそこにあるということを知らされてね、でそこで、まあ、見学をしてきたということなんですね。他の地域も回ってるんですか。うん、まあ、前1年1年こう回ったところ、うん、地域変えて、はい、変えていくんですね。うん、で23年が今東城でね、うんうん、で24年が大室古墳。あ、このあるやつですかね。あ、これ違ったかな、あったと思ったんだ、古墳記念館のこれがそうですかね。ところでみんなで記念写真撮って、この写真がそうですか、思うんですね。これがそうですか。はい、そうですね。あ、これみんなでね、これが大村、大村じゃね、大室古墳に行って、ね、はい、これが記念写真 でこれがあれ、これが20、大室古墳のカタログですか。これが、この中になんかいろいろ書いてあるんでしょ。書いてありましたね。で、うん、ちょっとそこのところで、あそこのところ行くと、ビデオというか、なんか あるんですよね。あ、大室館の、ね、あります、ありますね。で、あの中でかなり綺麗にこう説明をしてもらっていたんですけれども、うん、中でやっぱりこの大室古墳というんですかね、うん、大室古墳、大室古墳って言うんですけども、北は川だから、うん、大室からね。そうですね。それから今農業学校あるあの辺とか、今度は金山とか、あの辺のこう裾野のずっとからこう山にかけて の古墳群が、まあ、ここらには広いみたいね。すごい古墳群だっていうふうに、何百ってあるんでしょう。なんか500以上あるっていうのが聞かされましたね。そうなんですね。はい、あと他のところにはどこら辺いらしたんですか。であとはね、そこが、今24年でしたね、そうですね、25年が、今度は清野地区行きましたね。で松井須磨子さんが、まあ、うん、あの当時、あの当時っていうか、まあ、昔ですけど、明治から大正ね、かけてですね、松井須磨子さん、日本全国的にね、カチューシャなんていうような形の中で随分治ったなんてことを知らされましてね、うん、で松井須磨子さんの お墓を訪問し、うん、でまた菩提寺である少林寺ですか、うん、ああ少林寺ね、はい、で、まあ、最後に西蔵さん、おお、なるほど、行って、うん、西蔵さんもなんか川中に任せると第4期の、うん、時に上杉信玄がですね、あそこで構えたっていうようなことをちょっと耳にしていたようなことがあるんですけどね。あと他にはどっか、他にはね、西条とか、今度は5年ですね、平成5年に、25年に、26年ですか、あ、26年ですね、26年に西条の西楽寺と清水寺、これがそうですか、これがそうですね、これはそうですか、そこ行って、信信玄さんのお玉屋ですかね、うん、の前でで、みんなで記念写真を撮った、うん、写真ですね、はい、これがそうですね、曲がってるかな、で、まあ、深くはあんまりまあ年してるから忘れちゃ、うん、ってあれなんですけど、うん、なんか松代城主の信行さんですか、うん、の三男坊だそうですね、うんうん、でその中でまあ、うん、なんか信行親より早く亡くなっちゃったっていうの話をちょっと聞いて、うん、そうなんですか、まあ言うとあそこは素晴らしい中の、うん、あれがありましてね、うん、いうことに仏壇の前でにある前付けっていうんですか、それと釣灯籠が2つあるんですね、あれはかなり重要な文化財だって、あ、そうなんですか、ここに匹敵するとか、ここを
寄付の、うん、素晴らしいものだなと。ああ、素晴らしいのをご覧になって、それで申し訳ない、もう時間もねだいぶ残り少なくなっちゃったんですけども、はい、あとあの会長さんとしてですね、うんうん、その意気込みというか、うん、その会員の皆さんにお気遣いしてるっていうか、まあ、気配りしてるようなことがなんかだいぶあるらしいんですけども、あのね、一言その最後にね、時間もないんで一言ちょっとお願いしたいんですけど、さっきもちょっとお話したけども、うん、私も大変申し訳ないんだけど、あの私の都合でですね、うん、やっぱりあの全てがまあ回ってるっていうような感じなんですね、うんうん、そういうことを思うと大変あの会員の皆様に本当に申し訳なく今、うん、思っていてね、うん、本当にあの感謝の気持ちで今いっぱいなんですね、そういうことが今常にあの私の心の中にあって、うん、なんか老人クラブのこの精神というか使命はなんか3つ大きな柱があるらしいんですけども、うんうんうん、それはこれはね、これは 全老人クラブの共通の一つの、うん、言葉としてですね、まず健康であるということで、うん、はい、健康、はいはい、でその中にはあの友愛の精神で、はい、友愛の精神、精神でね、はい、臨むと、それからもう一つは、まあ、ここ、まあ、皆さんにご厄介になってるんだから、ね、うんうん、これからも社会に対して奉仕の精神で、あ、なるほど、臨むと、素晴らしい、その3つの健康友愛奉仕ということで、それをモットーに、活動されてるってことなんですね、素晴らしいですね、またぜひ末永くいやいや、とんでもないとんでもない、今日は本当にお忙しい中本当ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます、どうもすみませんでした、ありがとうございました。はい、三田さん、ありがとうございました。あ、ご苦労さまでした。こっちでもなんか言ってんだもんね。なんだって俺が言う前に、いや、三田さんって言うんだもん。俺が言うようにね。はいはい、どうぞ。俺がじゃあ首だけ動かして、うんうん、はいはいはい、余計なことは言う、はいはい、ね、今週、はい、今週だね、ですね、これです。19日、はい、真田丸巡ってっていうのでね、今回もまた原田さんね、市立博物館の学芸員さん迎えてね、マスロ公民館で、はい、これちょっとやれたらですね、まあ、来るのにちょっと寒いのでね、うん、暖かい格好してきていただければいいかな。そうですね、はい、でその翌日、これがね、はい、宝珠に夕日が沈む光景を見る会っていうのでね、うん、これ毎回やってるんですけども、12月20日見るのがね1時半からね2時、今あったところじゃないですか、ね、これねまだまだまだだよ、うん、でこれでもって、まあ、これ見ていただいて、それからね、これを夕日が沈むところを見ていただくっていう形で、うん、どこでしたっけ、あのね、あ、西条、そうそう、西六寺さん、そうそうそう、西六寺さん、 さんで、地震観測所のね前にトイレあるんでね、そこへ集合っていう形です。はい、ぜひ参加していただければなというふうに思います。これもまた寒いのでね、暖かい格好です。寒いですよね。はい、そういうことです。そうです。そんな形でね。はい、お願いします。ということで、はい、予告をお願いします。来週は、また久々に曲がりおさんにね、はい、出ていただいて、マスロの PR キャラクター、小松姫。かの有名な小松姫。ね、お二人いるじゃないですかね。ね、お二人に、来ていただき、牧野さんと平田さん、うん、この方に来ていただいて、お話を聞くから。いう形でございますね。はい。曲がりですね。そういうことです。はい。じゃあ来週ですね、皆さん。いいね。若い人だよ。あ、そうそうそう。うん、知ってますよ。そう。じゃあ大丈夫だよね。はい。ということで来週はね、はい、なんだっけ。来週は真田丸だなくて小松姫。間違えてるでしょ。いや、いいんだよ。真田丸に関係してるんだよ。大丈夫だよ。ということで。はい。お二人を迎えて。お二人ね。迎えて。はい。それではね。楽しみですね。はい、はい、じゃあそれでは来週のしゃべくる街をどうぞお楽しみに。お楽しみ。